図、女、太宰治、新庄、編集者、楢崎勉氏、私に命ずるに、近頃何か感想云々を持ってす、案ずるに、出すゲマイネの注釈などせよ、との親切心より発せし、お言葉ならん、切作、出すゲマイネは、この国のジャーナリズムより、かつてなきほどの不当の礼遇を受け、 私をして言葉通ぜぬ国にあるがごとき通句をなめしむ舌を焼き胸を焦がし生命の限り今の限りの絶叫も馬事東風のありさまなれば私において今さら何の感想ぞやすなわち左に地球図と題する一辺の商品を目視するのみもとよりこれは風刺にあらず格言にあらず一辺の 悲しき物語に過ぎず、されど、我が若き二十代の読者よ、諸君はこの物語独領の後、この国、いまだ顔面にして、良き通詞一人、高額の白石一人なきことを覚悟せざるべからず、我ら、血まな子の体になれば、彼ら、いよいよ笑いさざめき、妻子よ、化け物よ、もしくはピエロよ、と呼称す。人は決して人を、 嘲笑うべきものではないのだけれど。